ボス、夏江です。入れ。待ちかねたぞ、夏江。物はできたか？はい。ですが、お渡しする前にお願いがあります。なんだ？この仕事は、今度こそこれっきりにしてほしいんです。あそこさえ押さえてしまえば全て終わりだからな。ま、いいだろう。お前の死んだ両親の借金もこれでチャラにしてやる。本当ですね。約束していただけますね。お前たち、こいつを仕掛けてこい。今度こそしくじるなよ。さて、これでようやくカジノの建設が始められる。あれは、どこに仕掛けられるのですか？ん？お前も知ってるだろう。大通りにある芝居小屋だ。え？確か、満月劇場とか言ったな。そんな！なんだいきなり。大好評、桃侍我が道を行く、本日は最終日です。あ、牛若くん、静香ちゃん。お兄ちゃん、今日で終わっちゃう。そうなんだ。つまんないの。ごめんね。あ、そうだ、今日は劇が終わったら桃に会わせてあげるよ。うわー、すっげー。お兄ちゃん、本当？うん。だから、いい子で見るんだよ。兄貴、早くしないと見つかっちまいますよ。静かにしろ。と、あとはタイマーをセットして、さ、ずらかるぞ。おい、おめえら。はい。楽屋はな、関係者以外立ち入り禁止なんだぞ。あのトイレを探してたら迷っちゃって失礼しました。おい、ちょっと待て。あいつらどっかで。ん？何の音だ？ん？ん？お、この箱からか。ありゃマジかよ。皆さん、今まで応援ありがとうございました。この舞台でのこと、皆さんのこと、私たち普通の女の子に戻ります。終わっちゃったね。でも楽しかったです。今度やるときは私が主役だからね。はいはい。さあ、今日は打ち上げよ。みんな大変だ。どうしたの？楽屋で爆弾が見つかったんだ。ちょっとどっかに捨ててきて。いや、こいつは振動感知式の次元爆弾だ。下手に衝撃を与えるのはやばい。じゃあ早くお客さんに知らせて、私たちも逃げなくちゃ。あと何分で爆発するの？タイマーから判断するに、あと5分でドカンだな。5分？そんな時間じゃ満員のお客さん全員を避難させることなんて無理です。もうおしまいだ。あんた武器に詳しいんでしょ。こんな爆弾の一つや二つなんとかなんないの？まあやるしかねえだろう、うん、ここは猿吉と僕でなんとかする。だから桃たちはお客さんをなんとかして。なんとかって言ったって。キジメ、お犬ちゃん、私たちは舞台に上がりましょう。お客様をパニックにさせないためにはそれがいいと思います。ここはキミマル様とサルキッズさんにお任せしましょう。うん、私たちとお客さんの命二人に預けるわよ。わかった。さあ行こう、みんな。はい。みんな、今日は本当にありがとう。最後に三人で歌います。聞いてください。恋の花ひらひらと。だ
丈夫でしょうか。サルキチ、どう？こいつを作ったやつは天才だな。おい君丸、お前赤と青どっちが好きだ？青だけど、どうして？うか、じゃあ赤黄色。あら、ちょっとそんなんで大丈夫なの？任せとけって。サルキチ、安心しな、俺だってここで吹っ飛ぶ気はねえよ。さて、あとはこれを切れば。え？パスワードだ？え？どうしたの、サルキチ？ダメだ。こればっかりは作った本人じゃなきゃわからねえ。どういうこと？うわあ、もうおしまいだ。ねえ、それってもうダメだってこと？サルキチ！モモもキジメもお犬ちゃんもあんなに頑張ってるんだよ。こうなったら僕がこいつを持って。バカだり！おめえより少なくとも俺の方が遠くまで行ける。ダメだ！そんなことしたらサルキチが。他に方法があるか。こいつのパスワードを見つけるか。こいつをできるだけ遠くへ持っていくか。どっちかしかねえだろうが。キミマル！松江さん、どうしてここへ？キミマルです。え、キミマルと。3秒前。助かった。本当に、はあ、よかった。キジメさんもいるわよ。うわぁ、悪の妖怪だ。ちょっと何よそれ。待て助けてモモさん。キミマルさん、私なんとお詫びしたらいいのか。いいんですよ、みんな無事だったんですから。地上げ屋も捕まったみたいだし、これからは3人で頑張ってくださいね。はい。あの、キミマルさん、もう行ってしまわれるのですね。ええ、できればこのまま。あ、何でもありません。どうかお元気で。夏江さんもね。姉ちゃん、ももちゃんのサインもらったぞ。私もよかったわね、二人とも。皆さん本当にありがとうございました。山吹さん、夏江さんたちのこと任せてください。皆さんのおかげで劇場もこれからますます忙しくなりますし、ちょうど人手が欲しかったところです。よろしくお願いします。それじゃあ行こうか。はーい、みんな元気でね。さようなら。なあ君丸、いいのか。このまま残ってもいいんだぜ。もう行ってしまわれるのですね。できればこのまま。聞こえてたろ。なんだよ、からかうのよ。鼻の下こんなに伸びてたわよ。もうまでさあみんな、次の舞台に向けて出発よ。はい、